はい、こんにちは、コムさんです。ラ・フェラーリ続きね、やっていきたいと思いますが、前回ね、カーボン塗装のパターン付けをやりました。こんな感じでね、パターンしっかりついております。どうでしょうか。はい。で、ちょっと薄いとことかはね、修正しました。で、今回はね、いよいよというか、スモークね、吹いていこうかなと思います。スモーク吹いた時点で、仕上げということになるんですが、カーボン塗装としてはね。はい。こんな感じでね、パターンついておりますので、やっていきたいと思います。はい。それではスモークね、やっていきたいと思いますが、カーボン塗装としてはね、コムさん的なカーボン塗装なんですが、こんな感じでね、パターンをつけてしまえばもうね、できたようなもんなんですけど、こっからね、スモークでちょっとこう色をね、こう調整していくというね、なんていうかな、作業もちょっとあるんで、その辺はまあね、やっていくんですけど、とりあえずね、スーッと一通りね、かけていきます。今ちょっと色変わったの分かったでしょうか。この色変わっていくところはもうすでにね、すでにちょっと薄めで黒く色づいてるところなんで、あとはね、これ乾いたらシルバーがきついところを めがけてというかな、狙って重点的にね、スモークをつけていって、さっきこう黒くなったとこね、ここ黒くなったんですけどね、ここシルバーのここがね、乾いたらここを黒くこの色にね、合わせていくという作業が待っております。作業というかな、テクニックというかな。はい。で、その色がね、合うてきたら、完成ということになっていくわけですが、はじめはね、さーっとうっすら、かけていきます。糊のええようにね、はい、この辺もね、今かけた瞬間にライン出たのは見えないですかね、画像ではちょっと見えにくいかな。で、あと作業進めていって、ここまだちょっと足らんなというところは後でまた、カーボン塗装ね、やるという感じで進めていきます。ここ乾くまでね、置いておきます。ではね、ちょっと大きいやつからね、順番にやっていこうかな。これまだらなんですけど、これもね、こうもう気にせずスーッと一回ね、拭いていきます。ちょっと緩いか、さーっとね、拭いていきます。こんな感じでね、拭いていきます。この部分は、マスキングしてませんけど、ここはシルバーなんでできるだけかからないようにね、注意しながらやっていきます。こんな感じ。この辺はもうほとんど見えないんですけどね、一応カーボン塗装してあります。前回ここやこっち側はやってなかったですけど、今回やってあります。今回やってあるっていうかね、あの後ね、やりました。はい、一回さーっとかけて乾かしていきます。ちょっとぼーっと黒くなってきてるの分かるでしょうか、一回かけたらね。まだまだらなんですけどね。あ、そうそう、こっち側はまだあれやな、ちょっとかけたらあかんね。これ持ち手つけてるんで、後にします。後ろ裏側はね、一応ここだけかけとこうかな。
な感じで一回乾かします。で、ちょっと回転させて、これ取れないんでね、回転させて、よいしょ、こうしとこうか。はい、そしたらね、これね、2つ一気にいきます。この今持ち手の、つけてあるところはおそらく内側っていうかな、裏側になるんで、うん、もう見えなくなると思うんですけど、まあ後でスモークはつけていきますけど、おそらくね、見えなくなるところ、まあ、あのパターンつけるよりはね、あの作業的にはもうあとスモークつけていくだけなんで、大してね時間かかる作業ではないんですけど、こうやって何回もかけていかなかので、その辺が時間かかるということかな。今日はこれだけになっちゃう可能性はありますね。乾かしてる間はまあ他の作業もできると思うんですけど、おそらくこれ一回一通りいったらもう最初の方がね乾いてくるということで、色の変化ねしていくのも見ていっていただけたらなと。ここちょっとパターンついてないかな、ここはどうなんだろう、見えんのかな、見えそうやったらねまた後でちょっとパターンつけようかな。エアボックスね、はい、エアボックスです。ね、コムちゃんに訂正していただきましたけどね、訂正 の, あのテロップというのが文字入れておいてもらいましたけどね、動画の中でね、はい、あ、コムちゃん言ったらまたコムちゃんって誰やっていうことになるのかな。ね、知らない方、初めて言うかな、初めて見る、最近から見ていただいている方はね、コムちゃんの存在知らないですからね、はい、コムさん動画の初めのシリーズ、ずっと昔のね、初めの方のシリーズで見ていただいたら、コムちゃん登場しますので、見てください。弱めようか、弱くしてこうね、ちょっと時間はかかるんですけどね、弱くするとこうシルバーのとこ狙ってね、今わかるかな、ここシルバーで黒いんですけどね、ここかけていって乾かしては拭き、乾かしては拭きでね、シルバーを黒くしていくという感じです。ちょっとね、クリアブラックっていうとちょっと真っ黒になりすぎるんで、ちょっと色合い的にね、コムさんの好みじゃないんで、このスモークグレーを使ってます。はい、こんなもんかな、これからか、わかるかな、ちょっとずつこうね、シルバーのところが黒くなっていくのがね、見ていただいてたら分かっ
ていただく、あ、映ってない、こうせなかな、ちょうど隠れてるんですね。あの黒くしようとしてね、同じとこをいつまでもしつこくかけてると、べちゃべちゃになって、垂れちゃうんで、ちょっとずつね、薄く拭いては乾かし、拭いては乾かしって感じで拭いていくと、黒も乗りやすいし、ね、早くというかな、垂れずにね、仕上がってくれます。無言になったらもうほとんどこの作業やってるだけになっちゃうんでね。集中しちゃうんですよね、これずっと見てるとね、色をずっと見てるんで集中しちゃうんで、ちょっと黙ってしまうかもわからないですよね。いけるとこはもう開けておきます。ここはまた後でね。まだまだね、もっともっと黒くしていきますんで、黒くというかな、スモークね。あ、もうちょっとないな、ちょっと待ってください。出します。はい、続きね。仮にね、パターンが消えてしまったりとかね、パターンが見えないところができたら、後でね、この上からもう一回パターンつけれるんですよ。で、つけて、そこだけ、もう一回スモークでね、色調整したら合うので、慌てずゆっくりね、やっていったらいいと思います。はい、焦ることも急ぐこともないしね、失敗を恐れずにね、失敗したら吹けるんで、スモーク吹いてからはちょっと吹けないですよ。スモーク吹いてからはもうあとはパターン付け直しね。コムさんがやるのはいつもパターン付け直しするんですよ。今言ったようにね、このクリアの上から、スモークの上から、パターンを付けてもう一回スモークを吹くというやり方になります。
スモーク吹いてからはね、あのスモーク吹くまでは何遍でも拭き取れるんで、あの拭き取りつつ、あかんかったら拭き取ってね、パターンつけやり直すという感じなんですけど、これ仕上がり早いかわからないですね、エアボックスね。もうちょっとね、黒くねしていきますけども、まあある程度のね、ムラはねカーボンなんで、ありえますので、まあクムさんの感覚なんですけどねありえると思うので、多少のムラは OK やと思います。でまあまあもうちょっとね黒くしていくんで、まあなかなかね今回黒くならないんですよね。ちょっとスモーク試着しすぎたのかもしれないですね。この横なんてねいい感じになってくれてるんですけど、もうちょっとねこうスモーク色いのかな、になってくれた方がいいかなと思ってます。でそれで汗ってね、いっぱい黒くしたいんでということで、ダバーッとバーッとかけていくとあんまりいい上がり仕上がりにならないんでね。ゆっくりね、ゆっくり乾かして拭いて乾かして拭いてっていう感じかな。まあここまで来たらね、ある程度はこう仕上げていかなあかんので、ちょっとしっかり拭いていくんですけどね。よいしょ。このパーツなんかはなかなかいい色になってきてくれたと思います。はい、もうかなり来てます。もうちょっとまあね揃えていく、均一にね揃えていくっていう感じかな。はい、ある程度のムラは OK ですと思ってます。カモさんはね、カモさんは思ってます。ここら辺なんかね結構いい感じに出来上がってきてますね。
かなりいい感じになってきてると思います。これでね、あのカーボンなんで、あの艶消しにしたい方はあのザラ拭きのままでね、こう拭いて若々しい、拭いて若々しいのままでね、こっちの方ねでほっとくと艶消し半艶ぐらいになるんですけど、テランと刺したい場合はこの辺りからねテランと拭いていく感じで、まあ最終的にねクリアで仕上げてもいいですし、ね、半艶か艶消しのクリアね、最後の最後乾いてからね拭いたら艶消しになるんで、それでもいいですね。いろいろ手はあります。この感じでまあやっていきますよと。いい感じになってきたね、このパーツね、まだちょっとムラありますけどね、まあ、このぐらいのムラはもうこれでこのぐらいで OK なんですけど、コムさん的にはもうちょっとまあね、もうちょっと黒くしていこうかな。これもなかなかいい感じに出来上がってきてます。あとね、まあ、あの後でね乾いてコムさん気に入らんなと思ったらやり直ししますよ。あのこれで完璧に、はい、終わりっていうわけじゃないんで、あかんとこは手直しします。が、今んとこね、今んとこ OK、 全体的にいい感じやなと思ってます。このままね進めていけば、部分的にちょっとな、もうちょっと直さなあかんないとこはなんぼかはあるんですけど、部分的にまあね直します。そういうのはね、あと見えなくなるとこもあるんでね、見えなくなるとこはもうええかなという感じ、ええかなというか直しますけど、うん、そこそこね、そこそこあのカーボン調に見えてれば OK かなという感じです。何かな、これで一回もう一回乾かすか。これいい感じになってきましたよ。これこんな感じね、どうでしょうか。パターン入っててね、ちょっとスモークっぽくって、もうちょっとね黒くしますけど、うん、何面も言いますけどね、もうちょっと黒くします。この段階まで来てね、シルバーかなり買ってるとこは、スモークをかたしていくか、あの集中的にね拭いていくか、もしくは、パターンね、そこのとこだけパターン入れ直しするかですね。もうちょっと黒くしてからね、これもいい感じに仕上がってきてる気がします。なんだかんだ言うとこれ一番綺麗なんじゃないかな。違う、内側はまだもうちょっとねシルバーだけど、これね、うん、これ結構仕上がってきてるような気がします。こんな感じ。最終的にクムさんどうしようかなと思ってるんですよね。これ内側やからね、半ツヤぐらいにしとこうかなって思ってるんですけどね、これボディの中やからね、全部半ツヤぐらいにしようかなと思ってるんですけど、まあいい感じで仕上がればもうそのままでね OK かなとも思ってますし、なんだかんだ言ってこのエアボックスもね結構いい仕上がりになってきております。まあ、一番早いかなと思ってたんやけど、意外とねあの 色が黒くついてくるのが遅い感じで、同じぐらいのね仕上がり具合になってきてますけども、もうちょっとシルバー効かしたらよかったかな。ここはねちょっと黒が勝ちすぎてるもんね。あんまりやるとね、パターン消えちゃうんでね。あ、いい感じになったな、今の一吹き。はい、こんな感じ。どうでしょうか。ここいい感じの色になってますよね。はい。よいしょ。
たらちょっとスモーク入れようか。はい、もうちょっとね黒くしていきたいと思います。黒くというかスモークね、スモークにねしていきたいと思います。まあ黒くですね、こんな感じでね、ちょっとこの辺になってきたらもうちょっとこのシルバーの濃ゆいところをね狙ってねやりつつ、全体的にね同じようにかけていくという感じかな。これコムさん、あの希釈してね薄々でかけていってるけど、濃ゆいままちょっと濃ゆめのままでかけていった方がね仕事早いのかもわかんないんですよね。うん、あのコムさんの場合はこれやってること自体がもう楽しいんで、これもやりたいんでね長いことね、うん、そういうのもあるんですけど、うん、こうやってちょっとずつこう色合わせていった方が確実に色合うかなと思って、ちょっと薄め気味で、ちょっとずつ色つけていくっていう感じでね色つけていってますけどね、一気に来るとああってね色もう黒くなってるとことシルバーのとこと調整できないままね、ああっていう感じ でなっちゃうとどないもならないんで、薄くね濃ゆくしていく方がいいのかなと思ってやってます。もしかしたらというか、あの濃ゆい希釈のままでね拭いた方が黒くなるのは早いとは思いますけどね、うん、このぐらいになってきたらだいぶこうシルバーのとこがスーッと黒くなってくるんでね、こんな感じかな。はい、どうでしょうか、もうちょっと拭いたらいい感じになる、こんな感じかな。よし、こんな感じね、いいのではないでしょうか。これで乾いてくるとねいい感じになってくると思います。で、あの乾いてからねちょっと見て、パターンつけないなっていうところはもう一回ね何べんも言いますけどねつけられるので、この段階ではもう気にせずにね黒くしていったらいいかなと思います。そうかね、もう薄いかなと思うところはもうこの段階で やめて乾かしてパターンつけてからもう一回ねクリア拭いていってもいいですし、コムさんの場合はこれ一回こう黒くしといて最終的にねパターンつけて色合わせていくと、部分的にねゆるゆるで部分的にだけね、もう全体には吹かないと、あんまり吹きすぎるとねギザギザになるんでね、だいぶスモークのねいい感じのなんかこう茶色でもないね、ブラウンでもない、まだ茶色でしょうか。いい感じのスモークになってきてます。こんな感じね。ね、内側ですね。で、外もう一回ね、だーっと、あ、ここや、ここやってね。ね、この段階でもう黒くなってるいうかな、スモークきつくなってるところにはもうあんまりかけないようにします。
いいかな。どうでしょうか。この感じ。ね、はい。どこまで近づけてくんねんっていう話ですね。これで乾くとまたね、感じ変わるんで。これこんだけあれやな、スモークだーってやってると、あのフィルターのね、こっち側はね別にあのいいんですけど、なんぼでも吸い込んでいてくれるんですけどね、あの出口、パイプの出口の方がね、内側からね、あの網あの虫入らんように網してあるんで、パイプの口ね、その口の網がね詰まっちゃうね、掃除せなあかんね、ね年末年始、じゃあ年末やな、年末にね、はい、仕事を納めてからね、あーこれいい感じに仕上がってきたな、すごい綺麗これ、まあ、全体的にこういう仕上がりになってもらわんとね困るんですけどね、うん、この仕上がりの手応えをこう感覚的にね覚えときてね、最終的にねメインのところのね、仕上げにね役立てるように、はい、もう大体ねこの後コモさんが何をやっていくかっていうかね、どうやっていくかっていうのはね、もう大体お見通しの方おられると思うんですけども、ちょっとまだなくなりましたんでね、入れます。大体何をやっていくかっていうね、もう見抜かれてるとは思うんですけど、よいしょ、はい、ね、内側やったな、言いましたかね、あの 黒ブラッククレアやとあんまり黒すぎるかなっていうのね、あのお好みで、あの真っ黒の方が好きやっていう方はもう黒でもいいとは思うんですけど、あのカーボンのね色を想像思い浮かべながらね色を合わせてもらったらいいかなと思います。このここ また後で塗らなあかんのでね、あこれほんまいい感じになったな、どうでしょうか、すごいねいい感じになりました、これだ。これもいいんじゃないでしょうか、いい感じ、もうちょっと茶色、もうちょっとブラウンにしたい、もうちょっとね茶系にしたい、あーいい感じ、どうでしょうか、いい色になりました、うん、いいめっちゃいいです、やれ仕上がりが、はい、ね今日はねこのスモークかけを始めから最後、あの1回だけね、ちょっと色付けるためにね、1回だけカメラ回さずにね、拭きましたけど、その1回分だけね、抜けてるだけで、ほぼ全部、最初から最後までね、見ていただきました。コムさんのね、カーボン塗装、ね。まあ、前回、パターン付けはね、ほぼ全部抜いてもらってるんで、前にね、アップしたんですけど、カーボン塗装のね、コムさんのカーボン塗装をアップしたんですけど、うん、あれはもう消したんで、またね、この動画のシリーズでね、ラ・フェラーリのシリーズで、カーボン塗装の、全体的にね、
もしねコムさんのやり方ね、でやっていただけるというかな、 やろうと思われる方がおられたらね、これでまた見てください。再生リストっていうかな、再生リストちゃうな、再生リストかの方でね、ありますのでまた見てください。あ、これもいい感じになりました。はい、はい、ということでね、今回はこの辺で終わっておきたいと思います。次回またね、続き、カーボン塗装やるのかね、他やるのかちょっと微妙なんですけどね、多分他もやっていくんだろうと思うんですけど、またね見てください、ぜひね。いい感じやね、これも見えるとこ重視でね。あー、ぶつかった。見えないとこもしっかりやっていくんですけど、見えるとこ特にね、見えるとこ重視で、これでいいんじゃないでしょうか。できました。 この辺もうちょっとね、やらなあかんか分かりません。内装なんでね、見えるところあるかも分からないんですけどね。はい、ということでね、今回これで終わっておきたいと思います。またねコムさんのチャンネル登録の方ね、ぜひよろしくお願いします。コムさん待っておりますのでね。はい、それではこれでね終わっておきます。ラ・フェラーリでした。お送りしたのはコムさんでした。それではまた次回、さよなら。